はい、どうもドビンです。はい、ですね、皆さんご存知でしょうか。クッキングパパの有名なあの料理を、私もですね、あのネットミームで有名となってから何度か目にしてるんですけど、知らない方のためにですね、一回ちょっと画像を表示させていただきます。まあ、こんな感じなんですけど、詳しくは、クッキングパパサラミーナなどで検索していただければわかると思います。見てください、この量です、塩が。はい、果たしてこれは美味しいのか、そしてちゃんと食べれるものなのか、まあ、今回前から気になってましたからね、私が人柱になろうかなと。まあまあ他にもやってる人はいるかもしれませんが、ちょっとね食べてみたいと思います。それでは開始していきましょう。はい、材料こちらです。サラミ、レモン、塩、もう以上なんですけど、まあさすがにこれだけやったら味気ないんで、ちょっとまあほんまちょっとだけアレンジを加えていきましょう。はい、原作にはウイスキーが登場してきましたので、まあジャック・ダニエル、ウイスキーといえばジャック・ダニエルでしょ。ジャック・ダニエルさん、まああのアホな死に方したことで有名な方ですけど、なんかね、ムカついたかなんかで金庫を蹴って足の皮がずるむけになって、そこから感染症になって死んだとかいうのを聞いたことがありますね。ちょっと記憶が定かないんで間違ってたらごめんなさい。で今度は、まあまあ硬化杯にしていきましょう。うん、よし、はい、こちらのジャック・ダニエル、冷凍庫に入れてましたのでキンキンですね。キンキンに冷えてやがる。あかね、開けてから入ればよかった。まあでもね、この開封シーンがあることによって私が飲んでいるお酒が本物だということが分かりますからね。入れてしまえばもう中身ウーロン茶にしても分からないわけですから、ウイスキーなんて。ここの開封シーンが僕は重要だと思います。うん、実はジャック・ダニエル飲んだことないんですよね。思ってたより癖がなくてうまいですね。ほう、よし、じゃあこれにコーラを入れていって、よし、これでとりあえず準備は整いました。はい、スクエイフルシのレタス、はい、で私が、辛みを抜いた玉ねぎね、あまりの塩分の濃さにうーってなったら、ジャック・ダニエル硬化杯とともにこちらの野菜を食べていきたいと思います。はい、で私の好きな、ピンクペッパー、なんかついてるのしピンクペッパーをかけて、はい、これまた私の好きなピエトロドレッシングですね。ピエトロドレッシングはもともとパスタ屋さんやったというのを聞いたことがありますね。よし、でここにレモンとサラミを並べていくと。よし、硬化杯ここに置いておきましょう。ではまずサラミを切っていきましょう。うん、あ、どうしようかな、レモンから切っていきます。うん、うん、なんかあの塩の量ね、なんか吹き出してしまうような気がするわけですよ、あってねそれでもただ信用できるのは、僕やっぱ子供の時あのクッキングパパ見てましたんで、まあ、あのね優しいクッキングパパがそんなね極悪非道な内臓破壊するような料理を提案するのかと、まあ、クッキングパパが提案してるわけじゃないんですけど、原作の中では、まあ、作者さんは一緒ですんで、まあ、メニューを考案してる人は一緒でしょ。そんな
優しくキングパパの描写をする方がそんな内臓破壊するような、ね、料理を作るわけがないと、描くわけがないじゃないですか。さあこちら、明らかにレモンが多いですので、こっちによけておきます。まあ、実際に使うのは1個2個でしょう。ちゃんと僕ボウルに入れるということを覚えました。でこれはまあ使うやつなのでここ置いておきます。はいはい。で次はサラミですね。すごい美味しそうやなこのサラミ。あ、テープなんかついてたりしてへんかな。僕昔このサラミをくるんでるビニールをそのままなんかかごやと思ってそのまま食ってたことがあるんですよね。よく内臓つまらなかったなって思って。実際あれ消化できてたんかな。結構カルパスが好きで、まあこれはサラミ、サラミとカルパスって正確には違うのかな、多分違うと思うんですけど、その時カルパスにハマっててめちゃめちゃ食べたわけですよ。よくね腹壊さなかったなとあれ本当に消化できてんのかなと今でも思いますね。どっか胃袋の中に残り続けてんじゃないかなと。よし、こんなもんでいいかな。よし、ここからは炙っていきましょうサラミを。よいしょ。はい、こちら、フライパンなんですけど見てる通り汚いですよね。これあの朝あのソーセージを焼いてそのままのフライパンです。まあサラミですからいいでしょう。はい、ではこれ使っていきましょう。美味しそう。単純にこれだけやったら美味しそうやぞ。すっごい油やべえ。いやいやいや、これだけやったらめっちゃ美味しそうやねんけど。ではできました。じゃあ早速食べていきましょう。塩はレモンをかけて、塩をかけてからレモンをかけないといけないので食べる直前にかけます。じゃあいただきます。視聴数は欲しいけど本当に俺の体を壊されるのか。本能が拒否するようや。こんなんでいいやろか。皆さんこれは甘いじゃないでしょうか。この量で一発いってみたいと思います。こちらレモンを絞りまして食べます。いただきます。うん、人の食べ物じゃない。